7日夜、7月12日スタートのドラマ、グッドドクターの15秒ティザースポットが、モンテ。クリスと吐く華麗なる復讐、フジテレビ系、第8話放送終了後に、初めてオンエアされた。当日夜11時には、YouTube フジテレビ公式チャンネル、フジテレビ版、海動画に30秒バージョンがアップロードされ、大きな反響を呼んでいる。港の笑顔と小さな手。今回の予告動画では、山崎賢人演じる新藤港が心配そうに声近づき、小さな子供が両手を伸ばすと、嬉しそうにその手を取る様子からスタート。瀬戸夏美役の上野樹里と高山誠司役の藤木直人が、それぞれ子供に温かく語りかけ、その後ろで港がその子に向けてニコニコと手を振ったり、サムアップしたりしている。その後、笑顔で子供に近寄った港がしゃがむと、小さな手が顔をムニムニ。港は一言も発しないのだが、その笑顔だけで子供への思いや親しみが伝わってくる。アドズバイキオスクド、ムニムニされるの可愛すぎ、画像提供、C、フジテレビ、グッド、ドクター、港だけでなく、夏美、高山との、デュアタック、3人の姿に、ほっこりする人が大量発生。短いながらドラマの温かさがたっぷり伝わってくる様子に、期待感が高まる人が多いが、やはり最も反響が大きいのは、港の可愛さ。この他にも、やばいやばい。ムニムニ賢人の破壊力、燃えはげた、もだえ死ぬ、たまらん、と、物語が始まる前から、メロメロになる人が続出している模様。港の可愛さにハマった人は、これからさらに撮影風景やオフショットな、後が、続々とアップされるはずの公式ツイッターも要チェックだ。合わせて読みたい、山崎賢人、グッドドクター、上野樹里、藤木、直人他追加キャスト発表、調べ編集部、久畑美穂。